どうもこんにちは、ナッチでございます。そろそろね、修羅やらんとまずいなと思っている私でございます。僕のテクニカルダンジョンには裏修羅の限界がないんですよね。ここにはないんだよね。ないですね。今ね、挑む権利すら与えられてない状況なんで、とりあえず修羅をねやろうかなと、やっとその気になりました。パーティーはこちらです。デクネロならきっといけるはず。ただ僕修羅ね、初見以外やってないんですよ。本当に挑み直したこととかもないんですよ。特にリオランテ端末であろうとね。だから情報がないんですよ。こいつはこうやって倒せばいいとか、この次何が来るとか全く分かってないんで、ちょっとお見苦しい点があるかもしれませんが、そこはまあざまあ見ろと思いながら見てください。何やってんだこいつってよりかはざまあ見ろと思いながら見てください。やってみましょう。デネボラまでは確か行ったんですよね。デネボラの吸収からの割合で負けたんで、まあ、とりあえずデネボラは超えたいなと。なんならクリアしちゃってもいいんだけど、そんなね、情報なしでクリアできるようなダンジョンじゃないと思うんで。とりあえずアリナちゃんでしょ。で、まあ、ネロも変身できるんだったらしちゃって、で、この後ろからデクを使えば、ネロも溜まると。で、欠損対策ができますよと。で、今回はパリンってよりかは L 字をメインでやっていきたいんですよね。L 字がね、一応ネロが1個持ってて、そんだけですかね。デクも1個あるか。そんだけでした。思ったほどなかったです。でもパリンがね、ないんでね、もう5個消しっていう感じでやっていきましょうよ。前回はフレイヤーが入ってたりして、多少はあったんですけど。おお、マジか。エンハンスがあるとはいえ、ここワンパンはありがてえ。あ、そうだ、こいつがいるんやった。こいつがね、純粋に苦手なんですよね。まあ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 。これはね、さすがにね。ゼロコンボ。これが嫌い、まず。まずこれが嫌いです。普通にコンボ繋がっちゃうんですよね。どうしよっかな。こいつを持っていきたいよね。こいつ持ちのこうのこう。よしよしよし。なんで殴ってくんのこれ。ひどくない？体力666以下だったらどうすんのよ。で、これですよね。あ、でもこれは簡単じゃない？こういうことですよ。よかったよかった。優しめでありがとう。いや、まあなんかいいけどね、新鮮味があって、このダンジョンもまだ僕の中ではね、毎回そうドッキドキなんで逆に楽しいんですけど。うーわ、これどうするべきなん。あ、でも自動回復あるからいけるか。一旦これで消しちゃって、自動回復で、危ねえ危ねえけど、なんとか耐えれますね。これはアリナちゃん万歳。なんでアリナだけずっとアリナちゃんなんだろうね。自分でも思うわ。別にチャコルちゃんとか言わないのにさ、アリナはなぜかちゃんをつけてしまう。かってえなこいつ。水にしたら勝ちか、とりあえず。で、絶対さ、この BGM の時さ、音でかいよね。いつものさ、ダンジョンと BGM の音量のバランス違うよね。明らかにうるさいもんな。特に僕の撮影環境は変えてないんですけど、音量が明らかにでかい。よし、倒したでしょう。水出し。よくわからんけど、とりあえずマシンキラーはね、たくさんつけてきました。マシンばっかだし、メノアがいるみたいなんで。メノアに会ったことすらないんですね、私。ルーレットが入りました。これはちょっとめんどくさそうだ。ただ L 字はなんとか組めそうな感じ。あー、でもそこにもあんのか。いいや、L 字は諦めよう。一旦5個つなげることだけを考えます。右が倒せました。真ん中が怖かったけど、確かそんな強くなかったよね。なんかそんな記憶があるぞ。真ん中貫通しないかな。
しないんだ、硬いんだ。あれ待って、固定ダメージなかった？これ固定ダメージが入ってもってこと？あ、入ってもってことは体力があんのか、お前ら。そういうことなんだ。てっきりデク変身せずに来ちゃったかとか、いろんな今パターンを考えたわ。さすがにそれはね、ザマーミロじゃ済まないよね。そもそものその変身キャラの扱いに問題がありっていうパターンだもんね。ルーレット消えたけど、なんかやばそうじゃない？大丈夫これ？死に至ったりしません？怖いな。怖いけどさ、この先何が来るとか全然わかんねえからさ、使えねえんだよね、気軽にポン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 ね。ちょっと一応使っとくか、これエンハンスだし。いや、エンハンス使ったとこで倒せるかはわからんけどね。アリナーも検討だけど、まあ、とりあえず L 字と1コンボで行ってみましょう。いや、耐えそうな気が。その落ち込まないっす。その落ち込まマジでないっす。怖い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 普通に怖いよ。おっと、新人さん、確か前回は見なかったはず。回復激減か。なんか倒すことはできそうだけど、逆にこの回復激減を持ってっていいのかってとこはあるよね。ナイス落ち込ん。根性とかも特にない。このなんかギミックを残すためだけにいるみたいな、そんな感じがしますね。うつらうつら。超根性 1?1 って何？どういうこと？固定ダメージでじゃあいけるってこと？全然わからんけど、なんかいけそうな感じはしない？とりあえずこの子がね、なんかワンパンできる気もしないんだな、正直。いけたー。固定ダメージは？あ、大丈夫だった。1には見えなかったけどね。結構なんかあるように見えたけど。これやばそうじゃない？エンハンス使っちゃったべ？使っちゃったべ？大丈夫？この裏チビドラとかいうなんか怖い存在ね。真ん中が硬いんだったら固定ダメージでいけるんだけど、このダンジョンにおいてもそんな同じような対策でいけるようなね、ことをするかな。とりあえずやるべきことはやってみた。固定ダメージがドン。大丈夫だった。え、待って、このチビドラが落ちることあんの、もしかして？だったらキモいよね。ここに来てまでこいつが落ちるのやばいよね。さすがにないかな。ドロップのとこにいなかったか。よっこらしょい。あ、お前らはそんなにって感じか。オッケーです。8回です。デネボラは誰かとタクだったりするんですかね。出ないことに越したことはないんですよ。確か気球種だったはずなんで、そりゃ出ない方が助かるんですけど。どっこらしょい。かてえな。欠損したな。それ困るな。消せないドロップがまだ使えないんですよね。一旦アリナちゃんでここはじゃあ木を作っていく。なんかトトソティがどっかにいるって聞いたんで、吸収向こうがねあったりするんですけど、でここは属性吸収向こう。属性吸収向こうはなんか目の輪がするみたいな話を聞きましたね。ただこれ消せないドロップが普段使えないのは痛いのではないかっていう説が今出始めてしまっております。こういう時にコンボドロップたくさんあったらね、助かるんですけど。なんとか7コンボは組めた。倒せるかはわからん。耐えます。割合です。終わったと思ったけど大丈夫だったわ。許してくれましたね。
意外とあれ発狂とかはないのかな。いや絶対そんなことないよな。優しくてよかったよ。懐かしのゲヒャハ。しかしスキルが使えんくなった。スキルが使えんくなったのまずくないですか。迷ったんだよね、ネロに遅延、ネロに遅延つけとかないとこのスキルトリガーを失う可能性があったんで、絶対あった方がいいと思ったんだけど、ちょっとマシンキラーもね捨てがたいと。ゲヒャハでまさかのね下ってしまうとは。いいよ、落ち込んが荒ぶっております。ただこんなんじゃ火力出ない。1111、どんなダンジョンだよ。お前らになんか1しか与えれんのはちょっと屈辱だよね。なんか運営が火力が必要なダンジョンって公言しちゃったからさ、もう半分納得してるとこはあるんだけど、にしてもね、まずいな。これネロが回復をちょいちょい消しちゃうからね、さらに危ないんですよね。これもしさカッパがいたとしたら、あいつさ目覚めしてくんのかな。だったらうざいよね。やばいです、やばいです、消されました。やばいですね。タオ、いや真ん中そもそも削れてないんだよな、位置も。それがやばくね。何がやばいって、 L 字2個組んだらダークレディもいけちゃうみたいなオチに期待して、てか何もできないんですよね、回復をね作ることがね。真ん中だけ残れば我々にまだ道はあると思うので。そう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 、なかったなかったよ。なんでゲシャハに負けねえといけねえんだよ。よりによってね、死因がそれっていうね。ここまで帰ってきましたよ。日付も変わりましたけどね、あの後苗てやめちゃって、で今日付変わってからまたね挑んでおります。でこいつ多分ね無効換しないと倒せないんですよね、そんな気がする。だから木を貯めます。まあ一人なら受けても大丈夫でしょうってことで木を貯めまして、一個も降ってこず。4万か。でもどこにそんな力があるんでしょうかね、こんな小柄なキャラクターに。さあじゃあこれで挑戦してみましょう。これでも半分とかだったらちょっと萎えます。キーゼロ、ふざけんなマジ。無効感はやっぱ大事だね。倒せたけどキーゼロはやばい。さあこっから初見ですよ。ペルセウス広くなりました。多分こいつが76のあの門番じゃないけど、なんだろう、濃姫的な役割をしてるんでしょうね。こいつが強いパターンとかやめてよ。勝った。お前普通に強いんかいっていうね。お前も無効感か。じゃあ軽減はしていきたいから、アリナ案件あるよね。アリナちゃん、アリナ感じがするよねこれね。あんまりね覚醒無効はないんですよね今んとこ。まあ最悪チャコルでもできますし、でもチャコルはね吸収、属性吸収無効積んでるんで後半使えないと多分困ります。メノワが確か吸収なんでね。あでもあれか、進化前メノワってクソ硬いんだよね。そこで溜まるんかな。とりあえずここはアリナを使わないと何も進展がなさそうなんで。お前ってマシンタイプ？マシンなんだ。とことんマシンなんだねやっぱり。じゃあもう使っちゃいますわ。これで無効感プラス1コンボできるはずなんで。いけますかね。いや無効感大事だなやっぱり
2回目めちゃ強えわ。こいつはなんかいけそうよ、マシンで水だし。あ、無効管ですか。そうですか、了解です。花からね、無効管要求してくるやつはもう逆にいいですよね。ただなぁ、メノアをな、そんなポン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 使うわけにもいかんし、このメノアどうするかだよね。エンハンスどうするかだよね、マジ困りましたね。その進化前のメノアがどんだけ硬いかにもよるんですよね。でも最後に使いたいじゃん、きっとこいつは。だからどっかで切らんとまずいと思うんだ。ここはアリナ町かな。とりあえず軽減もできないんでメロは使いません。アリナが普通に無効貫通生成として役立ってます。かわいいスキル名やね。星が入ってて、星が。いい感じじゃない。とりあえずメノア見たい。目標それで。おっと？おっと、大丈夫か？吸収あるんだよね。はい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 。200万。ふざけてんのか。時代がおかしいぞ、お前。なんだ、200万って。これまずさ、トートさん倒さないと確か復活があるよね。うわ、カウントダウンしてる、怖っ。トートさん一回殴ってみて、どんなもん減るかだけ確認しておきます。あ、無効感あるんだったら倒した方が良かったんかな、今。もったいない判断だった可能性がありますね。さすがにこの無効感組んで左が耐えるなんてことはないと思うんですよ。トートさんですから。ですよね。そうですよね。あれ？放置？トトさん放置？カウントダウン始まったら放置？今何ターンだった？ 3 で、今2だよね。もう1ターンいいよね。ちょっと、念のためもう少しキドロップを集めておきましょう。200万吸収するやつがね、そんな体力あるとも思えませんけど、念のため。よし。念のためすぎる。いやでも怖いからね、耐えたらね。オッケー。バレリアはこっからもういいのかな、ずっと。おっと、久々に覚醒無効が来ました。ドロップロック、チャーコー、チャコはほっときたいよね、もうそろそろ。無難にこっちで行きましょう。ただロックがあるんで木は生成できませんよと。一旦じゃあ L 字組んでロック解除しがてらね。もうこっからきっと無効貫通でしょう、もうほとんど。もう L 字ごときじゃ倒せないと思ってるんですよ、この辺からは。意外と柔らかいな。ルーレットね。なんかみんな硬いからかさ、そんなすぐ発狂するやつとかいないよね。これでもうあらゆるやつに 30% 発狂とかあったらもうやってらんないんですけど。お、初、お初、かわいいね。こいつ持ってないんですよ。あのゴールドの方をね、あっちでゲットしましたから、24日ダンジョンで。この日付が変わった期間にね、そのね、ゲットの工程がありました。なんでこいつが落ちてくれると嬉しい。あ、お前そういう系？ガブリンチョ、懐かしいな。上位互換なのかな。倒しましたかね。こいつは硬いとかじゃないんだね。オッケー。落ちはしました。持って帰れるかはわかりません。なんこいつらめっちゃ強いって話を聞くんですけど、怖いですよね。あ、でも全員、ターンが遅いの怖っ。逆に怖っ。一応無効貫分がこれで作れるよね。作れるんで一回無効貫ぶちかましてみましょうか。まあ、ダメだったらメノアも検討ということで。ダメってパターンはちょっと想像したくないんですけどね。でも悪い噂をたくさん聞くんで、
かもこれ水いないのかよ。はぁ、あ、はぁ、あ、使えと。誰一人貫通できないのやばくない？そんなことある？こっち使う？どっちがいいかな？これも多分ね、帰ってくると思うんだよね。殴り合いしてれば。先こっち消化しとくのありか。ちょっとあまりにもここ怖いんで使っとくわ。25ターン。で、今 5.2 倍ね。25ターンが帰ってくるかは置いといて。負けたら意味ないですから。ここでね。まずね。しかも強敵出ましたから、体力16万近くあって。おいおいおい、ありえないだろ、あいつ。5.2 倍使ってこれですか。なんでこいつらこんな強化した？他におらんかった、なんかもっと。なんでこいつらな。ナイス、落ち込ん。いや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 。やばいんちゃう。ちょっと待ってよ。エンハンスここで終わるからな、そもそも。威嚇も使えない。どうしようどうしよう。どうしようどうしよう。バレリアで落ち込ん発生させて、なことやっても意味ないな。火を溜めまくって、メノアのエンハンスでやる。そうしよう。無効感分をここで出す。いや、これターンが遅いとかそういう問題じゃないでしょ。もう次元が。あ、めっちゃいいめっちゃいい。めっちゃいいめっちゃいい。しゃあないしゃあない。後ろからヘイストしていけ。このターン数だからこの硬さはいいよねみたいなさ、そういう次元をはるかに超えている。よし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 。進むことはできました。なんだこいつ。50% 根性。怖いぞ。もう容赦しないフロアにね、足を踏み入れつつありますよね。ここも無効感かな。とりあえずまあ半分にはしないといけませんから。まあでもこの階層にいるにしては、柔らかく感じはする。ナポレオンとかマジやべえもん、あいつ。バカかてえもん。よいしょ。まあこうなります。で、何すんの？あ、意外と普通。常識はあった。アリーナ使っていきまーす。オーケー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 。17、いいよ。進みつつあるよ。じゃ、マジでさ、マシンばっかなのはいいんだけどさ、マジでわかんねえな。落ち込んだし。だけ。だけなの怖っ。一旦様子見の LG 行きます。特に根性とかもないんで。極端に柔らかいとかではないはず。でもなんか見た目はね、柔らかそうなんだよね。硬そうな感じしないよね、この人ね。誰だっけ？ポルックスこれ。あ、ポルックスか。硬いわ。硬すぎるぐらいだわ。おー、しかも何もできねえぞ。軽減できねえぞ。そのさ、なんで6コンボ吸収なの？めちゃくちゃなんかその、低いの何？落ち込んなしとはいえ。バレリア使っとくのもありかな。怖いよね、ちょっと。何が起きるんです、こっから。10万あれば耐えれると信じたいけど、バレリアもね、短縮来たらあいつ使うしかないから、できれば使いたくないんですよね。さあ、どうだ？まあ、痛いっちゃ痛い。けど耐えれた。で、無効感分があります。無効感しましょう。四つ消しもしておきましょう。水の L 字も入れておきましょう。どうです？あ、いけるんだ。極端やな、みんな。
もう、進化前。進化前、なんか紅生姜みたいな頭から出てますけど。は？ははは。ふざけるな。よかった、使わんで。使わんでよかった、マジで。こんな奴の存在は知らんかった。2回あるんだね、じゃあ。ダメージ吸収無効使いたいポイントがね。あまり直さんといかんわけだ。あ、でもそんなに強くない。殴り合いはさすがにしてくれるみたいですね。こういう時は、もうあえて、ネロは使わずに、四つ消しとかをね、使わせていただきましょうよ。別に倒すね、必要はないんですから。倍率をね、上げる必要はないんですから。オッケーオッケー。全然じゃあこういうところで貯めれるわけだ。なんか使っちゃったりしてもね。ここで溜まる。よし。行きましょうか。この盤面の方がキリがいいんで、ネロは使わず行きます。よし。オッケーでしょ。オッケー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 。メノアさんはどこです？次ですか？はぁ、あ、はぁ、あ、ここでさ、そのマシンじゃないの、こんにちは。はぁ、あ、待て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 。それはちょっとさ、また耐久ですか、これは。こんなんじゃダメだよね。こんなんじゃ耐久できない。あ、よかった。さすがにね。さすがにね。そうだよね。そんなんずっと続くわけないよね。ただこれはちょっと無効感が狙えるような状況でもないし、困ったぞ。これはどう攻めるべきなんだ。アリナロックっていう作戦はありますけどね。てか硬いんだ。エンハンスがないとこれやばいパターンじゃねえか。あ、でももう溜まる。よかった。あと1ですね。どうせ硬いんだったらもうスキルはあえて使わずにいきます。回復が消えるぐらいだったらね。いつ行くべきなんでしょうこれ。とりあえずエンハンスが溜まるんで、まあ、この後はもうずっと狙えるんですけど、それはダメだよね。おっせ、そういうパターンもあんのか。これ四君子に当たり外れとかあるんですかね。ヨウユウがやっぱ当たりかな、このパーティーだとしたら。絶対硬いもんね。こういうパターンが一番いいんですけど、早い上になんか中の方にあるんですよね。まあ、やっぱここでアリナを使うしかねえか、気にして両方。それで行きましょうか。おい。切りはいいんで、このまんま行きましょうかね。エンハンス使って。その未来をねじ曲げれ。行きますよ。怖いですよ。今までで一番緊張しますよ、ここ。バカ野郎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 。今水を出そうと、いけるんかい、いけるんかい。今水を出そうとしてさ、ね、一コンボ組もうかなと思ってさ、待って、セリフ見てなかった、なんて言った。いけたのはいいんだけど、とりあえずね。なんだその90の盾は。どんぐらい硬いか、まずは L 字組んで試してみましょう。まだエンハンスあるからね。なんで BGM これなの、しかも。クライマックス感すごいんだけど。最終回感って嫌なんだけど、なんか。さすがにエンハンスがあると結構減るか。じゃあ L 字はやめておきます。ちょっとデクももう一回溜め直したくなっちゃったんでね。とりあえずね、倒せたのが良かった。何はともあれ。何かしながら殴ってくるって感じね。
でもね、このパーティーね、これといってね、その回復する手段を持ってるわけじゃないんですよ。バレリアぐらい。待って、4つ消し、それ。しかないんで、ちょっと耐久ができるか言われたら、ほら、怪しいんだよね。今のは僕のミスなんだけど、完全に。こんな BGM 流されたらさ、ねえ、勝たんといかんやんね。目の輪が溜まった。ただその目の輪は絶対次のフロア欲しいんだよな。ただどこで打つかって話よね。ちなみにこれってさ、硬いわけじゃないんだよね。減ってはいるんだよね。そうだよね。ちょっと目の輪は絶対必要ってことを読んで、この辺で打っときますわ。絶対必要だよね。そう思うもん。倒すつもりはありません、こいつを。ただここで目の輪を切ってしまったことによって、こいつをどうやって倒すのっていう問題が生まれるわけですよ。それがまずいよね。謎の緊張で尿意がやばい、尿意が。BGM 良くないよ、これ。逆に。いい演出ではあるんだけどさ。緊張しちゃうよ。さあ、そろそろでしょうかね。あー、待って、そういう落ち込んだダメなんだって、だから。逆演破されとってよかったわ。ここじゃない？ここじゃない？無効感プラス1コンボとか組めちゃうんで、ここ。ここじゃない、やるとしたら。いきますか。多分いける。きっといけるよ。いきます。なんならこの盤面でいけるもんね。あるもんね、色がね。では、いきましょうか。怖い。いや、盤面はすごくいいんだよ、盤面は。お願いします。お願いします。よし。強いねじゃねえんだよ。お前。よ、しかも木かよ。決めるわって一番強いって聞くんだが、一番こいつがやばいって聞くんだが、どの辺がやばいんでしょうか。僕は他のと戦ったことがないんで、比較のしようがありません。とりあえず超根性があるから、50% までは減らせと。あと8ターンで？溜まっちゃうもんね。あと8ターンでやるってことでしょ？そんな、いけるのかな？これ序盤もさ、言うてさ、エンハンス欲しいってオチなんじゃないの？だからみんなのパーティーにはあの、オメガアルファが入ってるんじゃないの？そういうことなんじゃないんですか？まあ、減りはしてるけどさ。減りはしてるけどさ、だよ、マジ。いらねえし、もうこの、ねえ、属性吸収無効。どうすんの、これ。あ、でもそうか、デクは3ターン続くから、ギリギリでデクを使えば、続くわけだよね、エンハンスは。その作戦はありか。リミットはあと6ターンぐらいということですね、じゃあ。
この時に殴る攻撃は本当ね、もうね、合ってないようなもんだよね。強い強い強い。スターバーストにしては強くないけど。ちょっとトイレ行っていい？とりあえずトイレ行っていい？一旦行こうか？殴るならここな気がするんですよね。もうちょっと余裕はあるんだけど、もう今欠損しちゃってるし、スターバーストね、軽減しても7万ぐらい受け取ったんで、ちょっとやばいなと。軽減なしで受けるのはね。なので、ここでアリナネロ。で、デク使って、ドカンと。まあ、耐えてしまった場合はその後の盤面次第ですよね。よし、行きましょうか。まずはこっち。で、ネロ使うでしょ？で、罪数えるでしょ？光が遠いなぁ。なんか盤面嫌だな、これ。なんか盤面が嫌でございます。水も遠いし、下がぐっちゃぐっちゃしてる。いきます。こっちから組むの苦手なんだけど、今はそんなことを言ってる場合ではない。よし。頑張れ。落ち込んとか来ちゃってもええんやで。ダメか。2倍に上昇した？ 2 倍に上昇したってことは結局さ、変わってないじゃん。状況が。え、これいける？ LG1 個で。いけそうだけどもね。いやー、嫌な予感がする。すごく嫌な予感がする。水もなんなら L 字。ですよね。狙うわ。とりあえず木の L 字組むわ。L 字。いや、下手くそ。下手くそ。火もう1コンボいけたって。頑張って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 。消えた消えた消えた。だ、1億初めて見た1億吸収とか。あるけどさ。いけるこれ。とりあえず目の輪が絶対いい陣は出すんですけど、ちょっとね、一回振り返ってみてください皆さん。さっきの無効管1個で半分以上削れんかったわけですよ。あ、でも、そっか、無効管プラス2コンボあんのか。いけるか？いけるのか、まさか。なんとかなるのか？ネロ使っちゃいかんよね。ダメだよね。いい盤面なんだからね。じゃあ行きましょうか。怖い怖い怖い。簡単なパズルをしてるだけなのに。ああ、待って待って待って。待って待って待って、緊張緊張。お願いします。お願いします。落ち込まなし。な、体操体、あ、しかもこれで終わりなんだ。ボスいないんだ、特に。やったー。おい、経験値すっくな、なにこれ。ちょ、頑張ってクリアした人、虚しくないこの経験値の量は。お邪魔耐性と、やった、初ゲットです。よし。両方ゲットできたわけですね、じゃあこれで。裏が解放されましたよと。行きたくね。絶対行きたくない。ちょっと、表でだいぶしんどかったよ。とりあえず魔法石85個ゲットです。やったぜ。いやー、ちょっとね、最近さ、裏劣化の動画ばっか撮っててさ、まあ、修羅もやんないとなとか思っとったけど、無理だわ、これは。こんなん毎日挑んで動画撮ってたら、もうメンタル持ちません。何回トイレ行かんといかんのやっていうね、感じになっちゃうんだね。はい、ってことで、まあ、頑張った方だとは思います。表ではありますが。
ゲヒャハ以降ほぼ初見で頑張った方だと思います。逆に姫の輪とかの方が絶望かもね。削り切んのはね、 20% とはいえあそこまで行ってね、捨てたくないしね。はい、ということで以上なっちでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。